皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉純です。広陽次です。この番組は年末進行が地獄のエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。さて今週もゲストファントム・ウキルでママナナンを演じている中澤美奈さんです。イエイ。ねえねえ聞いてる？ねえ聞いてる？そんなに警戒しないでよ。ここで出会ったのも何かの縁。私のことはそうだな、マナナンとでも呼んでよ。今この瞬間、新たな旅路への幕が上がったの。私が君たちを喜劇的に愉快な旅路に導いてあげる。はい、マナナン役の中澤美奈です。よろしくお願いします。そんなに声は作ってないんだ。え、そうですか、ね、割と地声の響きだもんね。おお、そう言ってもらえると嬉しいですね。すごい特徴的な人なんですよ。なんかな何が特徴的なの？なんか変じゃないですか、なんか今会ったばっかだからな。変なの？いや自分では変だとは思ってないです。変な人って自分で変だと思ってないもんね。天然だねって言うと、いい、私全然天然じゃないからって。天然ですよね。天然だね。絶対お前バカだろうって、いやバカないっすよって切れてくるやつバカですもんね。そうだね。それは確かに言える。はい、自己紹介終わったところでね、今週はゲストの中澤美奈さんとね、またサイコロでね、前は地獄の2しか出ない、そう、2と5しか出ないみたいな、今泉の質問がもう尽きるみたいな感じでしたけどね。今日は念のためにこうね、いっぱいサイコロがあると、いろんなね形のね、これが前のサイコロですね。でこれで2か5を出します。あ、2か5ね。2か5しか出ないんですね。いきますよ。3でした。3でした。すごい、ね、重大ニュース。重大ニュース、中澤美奈的重大ニュース。2021年の印象に残ってること、そうですね、今まで友人と呼べる人が片手に数えられる程度しかいなかったんですけれども、今年に入って2人新たに生まれました。すごい多いじゃん。すごいね。すごいですよね、うん、7人ってこと？あ、確かに7人ぐらいになりました。すげえな。侍集団作れる。そうだね。侍集団ができるね。7人の侍ができる。俺なんか3人ぐらいしかいないもんな。